来年4月に開幕する大阪・関西万博では、会場のシンボルとなる木造の大屋根、リングが夜間にライトアップされる予定で、昨日はその試験点灯が行われました。木組みの力強さが強調されるように、コンピューターによる照明シミュレーションを繰り返したということです。大屋根はおよそ9割が組み上がっていて、今年9月末には完成する予定だということです。一方、大阪府の吉村知事は昨日、一般の人が自家用車を使って有料で客を運ぶサービス、ライドシェアをめぐり、万博開催期間中の大幅な規制緩和を国土交通大臣に要望しました。東京や京都など一部地域で先月スタートした日本版ライドシェアは、時間帯などがかなり限定されているのが実情ですが、大阪全域で24時間その車両台数の制限のない自由で柔軟なライドシェアを、時間、エリアや場所や台数の指定がないライドシェアを万博期間中、また準備期間も含めて認めてもらいたいと。